からみんなで集まろう言うて、もう神社の前に全員来とるって。いきなり中学のみんなに会えると思わんかった。遠いところはゆっこのお父さんが送ってくれるんやって。そっか、今頃うちのお父さんと喋っとるわ。私もちょうど明日でっかい花火セット買ってもらおうかなと思っとったげん。あね、みつみちゃん。ん？うち前に言ってた男の子と付き合うことになりました。へっあーほんないよ、おめでとう。ちょっと声落として